こんにちは、ゆるのりです。今回のロードスター雑談はですね、一種格闘技戦のね様相なんですけども、ロードスター、オープンカー代表のねロードスターとバイクですね。バイクはこれちょっとビッグスクーター、僕のねバイクスクーター、どっちがね魅力的、そのメリットデメリット、話していけたらなと思います。僕なりの個人的な意見ですけどもね、これをちょっとね話していこうかと思います。ロードスターに興味があるオーナーさんとかね見てる方が多いかなと思うんで、ロードスターの詳しい説明は省きますけども、こっちですね、久しぶりに登場したのがですね、僕の所有してるバイク、ビッグスクーターですね。それもね波のビッグスクーターじゃないですよ、ロードスターとね、比較するんですからね。これはですね BMW が誇るビッグスクーター C400GT ですね。いや僕の動画ではね本当に久しぶりの登場でですね、もう忘れ去られてると思うんですけど、これはねちょっとご存知ない方が多いかと思うんでね、ちょっと解説しますけど、こいつはね C400GT と言いますが、実は排気量 350cc です。それでもねスクーターの中では排気量がある方ですね。かなり余裕のあるエンジン出力があって、高速なんかも余裕で走れるって感じですね。これはトリプルブラックっていうね色ですね。すごくこだわりの塗装をされてますけども、僕はね結構傷つけてるんですよねこれね。はい、でこいつはですね、BMW ってねやっぱりドイツなんで寒いところにね、強いような仕様になってます。ドイツやっぱり寒いんでしょうね。これシートヒーターとかね、これシートヒーター、ハンドルヒーターまでついてるんですよね。3段階の。これだからね、寒い冬とか走るのも強いですよ、これ。で、僕はね、もともと大型のシールドついてるんですけども、さらにその上にね、このシールドをね、2000円ぐらいの買ってきて、しつけてます。こうするとね、もう風切り音がね、ほとんどしないし、顔にね、風がほとんど当たんない。なんで僕ね、あまりね、ヘルメットのシールドを下げるの好きじゃないんで、これをね、ヘルメットのシールド代わりにつけてるって感じですね。それだけでも風切り音とね、風の当たり方が全然ないんで、長距離でも疲れにくくなってます。すごくね、これは僕が後からつけたバッグですね。この中に雨具とか入ってます。そう、バイクはね、やっぱり乗るときにね、準備が必要です。気合が必要なんですよ、かなり。乗り始めるとすごくいいんですけど、常にね、こういう、今日はね、梅雨の合間の晴れ間ですけど、天気のことをね、すごく気にして、ここに雨具を常に積んでます。雨具。雨具とシートネットとかね、いざっていうときのための、装備で、ビッグスクーターなんでね、当然シート下にも収納スペースがあります。こんだけ、ここにヘルメットが入るし、これを下に押し下げるとね、こうやってヘルメットが入る。そしてこっちに手袋とか入ってますけど、そうですね、薄いものなら30リットルぐらい入るのかな。ちょっとね高さがないですけどね、走ってる時はこうやって上げなきゃいけないからね、これ。日本のビッグスクーターの方がねずっと収納スペースはね、あります。でも普通のバイクに比べれば全然いいですね。でメーターはねデジタル表示でね、もうめちゃくちゃいろんなあれがついてます、これ。本当によくわかんないぐらいいろいろついてる。こいつはねお値段120万ぐらいかな、乗り出し。結構な高額スクーターですけどね、僕はこれで旅しようと思ってたんで、実際去年なんか何回もねこれで長距離、ツーリング、しました。それに対してこっちはですね、もうご紹介何回かしてますが、ロードスター RF の2024年モデルですね。僕はねロードスターのホロ付きの ND ロードスターから乗り換えました、2024年。これはね、エアログレーの RF、 S グレードのオートマですね。僕もう楽なものが好きなんで、もうマニュアルっていうのはまず選ばないですよね。オートマだからバイクもねスクーターなんですよ。スクーターは楽だから
基本僕楽なことが好きなんですよ。楽で楽しいことが好き。それにぴったりなのがこのビッグスクーターね。特にこいつは長距離もね平気でこなせるすごいスクーターなんですよ。だけどちょっとねロードスターをね乗るようになってからもうめっきり乗る機会が減っちゃった。ほんとやっぱりねかなり気合がいる。気合がいる。乗り始めるまでにまずシートカバー外すでしょ。それでヘルメットかぶるでしょ。で天気の心配して雨具とかね服装とかもしっかり準備しなきゃいけないでしょ。それがね結構気合いるんですよ。それで乗り始めるとね本当気持ちいい瞬間が結構訪れてね、その時の気持ちよさははっきり言って車の気持ちよさを上回るかもしれない。バイクっていうのはね、特にネイキッドバイクとかスポーツのバイクはすごく楽しくて気持ちいい瞬間がすごくその最高点は高いかもしれない。車の気持ちのいい最高点よりも。ただやっぱりね大変大変やっぱりねその気持ちのいい時間がそんなに続かないしね、だいたい苦行が結構あります。暑かったり寒かったり風がつらかったりとかねもうヘルメットがね、締め付けきつくなってきたりとかね辛いんですよね本当。ただ本当ねやっぱりねこのバイクと車、スポーツカーとかオープンカー一番の違いはねこの重心がねもう左右バランスが完全に取れてるってことなんですよ。バイクっていうか二輪はね、前後バランスはどうかちょっとこれはバイクは分かんないですけど、とにかく左右バランスはもう一人乗りだからね取れてるってことですよ。だからもう傾くれる時にもこうやってもうすごく気持ちいいんですよね、バイクっていうのは。それに対してやっぱりオープンカー、多くのスポーツカー2人乗りでしょ、4人乗りもあったりもしますけど、だけど大体1人で乗ってるじゃないですか。なんで1人で乗ってるとやっぱり左右バランスは取れてないですよね。なのでコーナーリングとか、そういうところの気持ちよさの最高点はやっぱバイクの方がありますね。左右バランスが完全に取れてるから、傾けて曲がっていく気持ちよさがある。これは車は車でまた違ったね、もちろん気持ちよさあるしいいんですけど、なので僕は前から提案してるのはね、こういうロードスターとかスポーツカーもね一人乗りとか二人乗り、それも二人乗りもでも縦に並べて乗る、F1 みたいなね、ああいう車をね出していくのはありなんだと思う。もちろんねあんまり数は出ないけど、それはね気持ちよさの最高点はもうバイク並みに良くなると思う。そうだって皆さん大体一人で乗ってるでしょ本当僕なんかもね本当に助手席に人を乗せてこのドライブする時間って本当限られてるんですよ。大体おじさんが一人で乗ってるもんねなんで本当ワンシーターでもいいと思うんだよね、真ん中に。そしたらもうすごい気持ちがいい。そういう車って実際あるんですよ、イギリスの車かな。もうめちゃくちゃ気持ちいいらしいですよ確かに。だってバイクの良さが入ってるから。なのでそういう車がね、敷居が高い車じゃなくて高額でね、特殊な車じゃなくて日本車でね、マツダあたりがチャレンジングに出してもいいかもしれない。ロードスターの一人乗りタイプとか、面白いと思う。そうすると、やっぱバイクはね、さっき今何度も言ってるように大変なんで、やっぱ全然楽なんですよもうロードスターとかね、このスポーツ四輪カーっていうのはもう全然楽だって。もうこういうもういつ天気雨がね降ってくるか分かんないような梅雨空の日もね、もう全然気軽に走り出せますもん、ポンと一人でね何にも持たずに。でちょっとでも辛くなってきたら閉めればいいわけですからね、これの RF なんでもう電動だし。でヘルメットかぶんなくていいから、もう頭がね蒸れてねきついっていうことないし、もうバイクはねヘルメットがかなりの足かせっていうか、足かせじゃないけど頭かせになってる。もう2時間もかぶると本当夏場とかね蒸れて締め付けきつくなったりね。でやっぱり視界もねどうしてもヘルメットかぶると落ちちゃうんで、やっぱりそこはねロードスター
バイクの気持ちよさもかなり入って楽に乗り出せる、そこが魅力。で高速みたいな時はね締めたりして、辛くなったら我慢できずにでしないでね楽な方法を選べるっていう、乗り出しも本当楽、そこがねやっぱりこっちの頻度がかなり落ちてる原因、乗るとやっぱりね気持ちいいですけどね、これでねツーリングとか行くと本当にいいんですけど、でも何かと楽、大変、例えば街に行くじゃないですか、街に行ってもこのサイズのねバイクを止めるところって本当ないんですよマジで。だからもう事前にちゃんと調べてねどこに駐車できるかっていうのを確認して、予約下手すると取ってそれで行くって感じです。そこ行くとまあ車はね大体値段は、高いところ安いところあるけど大体駐車場に困るところあんまないから、でまあホテルなんかもね、バイク止めていいですかっていちいち確認しなきゃいけないし止められなかったりすると大変だし、そういう点でね結構大変、そういう感じかな。まあこのバイクもちょっとね最近もう1年ちょっと乗ってますけどかなりちょっとここ特にロードスターが納車されてからはねかなり使用頻度が落ちてるっていうのが実際問題あって、このバイクはね特にお金かかる BM は1年点検でこのまま4万2000円取られて何にも交換してないのに、だからちょっとね特にそれとは冬場はね寒いんですよね、これでもね寒い氷点下はもちろん乗れないし、もう10度切ってきて1時間とかね走ってるともう体の芯から冷え切っちゃってもう辛いそこ行くとねもうロードスターはむしろ冬場が本番って感じもある、冬も全然寒くないし、辛かったら上閉めてねエアコンつけりゃいいわけだから、そこがあるよね。だからこのバイクを気持ちよく走れる期間とかね時間帯っていうのは本当限られてるなっていうのがある。だから8割苦行2割が超楽しいっていう感じ、こっちはオールウェイズ気持ちいいっていうそんな感じありますね。まあお伝えしたかったことはこんなことかな、参考になったでしょうか。でも本当バイクもねいい趣味だと思います、安全にね、やっていけば、すり抜けとかね、そう安全の面だよね、あとそう安全面本当に、僕も骨折しましたからねバイクで、この免許を取る時にねそういう人少ないかもしれないけど急性度でね倒れて骨折した、それでようやく中型二輪免許取ってこれ乗ってるわけですけど、そうとにかく安全性も全然違うからねこっちの方が高いし、これは本当に気をつけないといけない、スピードの出しすぎとかすり抜けとかね、その点を気をつけて、効率よくね楽しむといいかもしれないですけどね。はい、そんなところでしょうかね。それではこの辺でこの動画を終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもねロードスターの情報とか、発信していこうと思います。まあC400GT もね時々出すかもしれないですけどね、はい、じゃあ失礼します、さよなら。